MC 社長のカスタムカー TV、 ジェットスローク MC 社長のカスタムカー TV ですね。始めてまいりたいと思います。今日はこの後ですね、後ろからものすげーでけえバスが入ってくる予定になってます。何のバスなのかはちょっとこの後お楽しみにしてください。あ、来た？来ましたよ、いきなり。もうバレちゃった？でけえのが来ました。スナップオンのね、あの日本に1台しか、2台しかない、めちゃくちゃでかいバスが今到着しました。何を積んでるかはですね、ちょっとお楽しみですけども、これまたですね、まあまあもみんな持ってないんじゃないかなみたいなものをですね、あの積んでると思いますんで、ちょっとレポートもしながらですね、今日は、スナップオンの工具なのか工具じゃないのかについても、見てもらいたいと思います。はい、いや来ましたよ、ほらこっちこっち。さあ、スナップオンのバスが到着しました。この辺でですね、ちょっとあの今回の重要人物のですね、ボブ工場長も呼んでみたいと思いますね。ボブちゃん。はい、あいつちょっと来て。まさかや。ちょっと来て。はい、今回のですね、このスナップオンさんのバスが来た理由の一つですね、あのこのやっぱり役者が大事なんですよ。相変わらずでげえ。あ、来たよ、スナップオン。あ、スナップオンさんはね、毎週来てくれるね。そうっすけども、ちょっと今日は特殊なもの積んでますから。もういつもと違うもんね。いつもと違う、でかいので来ましたよ。ちょっとでかい。なんででかいので来たんでしょうね。ちょっとあの聞いてみましょうかね。関さん。関さん、こんにちは。どうも、じゃあいつものバスよりちょっと今日大きいですね。今日は2号機です。2号機。今日はあのいつものちっちゃいあのね、手持ち工具以外にもちょっとなんか少し大きいものを積んでるって聞いたんですけど。そうです。超でかいです。超でかい。はい、この表情。嫌な予感しかしねえ。はい、超でかいものを積んでます。それでは早速見ていこうかと思います。また私もワクワクしますけども。またこのパターン。はい、早速こっちから見えるんですか？こっちからまずこっちから行きましょうか。じゃあカメラさんどうぞ。乗りたくない。君が今回あれだからね、張本人やからね。いや、よく言わねえじゃん。いや、いいっす。どうぞ。入ってください。いや、これはでかい。いや、このバスがまたかっこいいね。ほら、今日はですね、工具箱がいっぱい入ってますよ。なんか嫌な予感しますか、石井さん。これで首吊ろうか。ちょっと見てください、カメラマンさん、ちょっと。こんないっぱい工具箱がいっぱい入ってるんで、工具箱映してあげてください。かっこいいですね、スナップオンの工具箱でね。あのよくね、わかんない人はね、工具箱はね、仕事しないとか言うんだよね。違うんですよ、工具箱があるから仕事をみなぎ、ね、頑張ってみなぎるモチベーションがあるんですよね。やっぱ工具箱って人生には必要だよななんて思いますけど。うん、そうですね。はい、まあ結構ね、ほら黒いのもかっこいいしね、かっこいいでしょ。まあ、青いのも、最近の緑のもかっこいいし、白いのも。まあ、結構な、これだったらまあね、まあ、結構持ってる人もいるのかなって思いますけどね。ちょっと来てください。うん、俺降りていいですか？ちょっと来てからですね。はい、ちょっとあっちを見てください。あっちをカメラ回してください。じゃーじゃー、ちょっとカメラの画角にも入ってないですね。一番でけえのがいますね。一番でかいこの工具箱と、この工場長の表情感を見て、この感じを見てください。わーお！いや、ずっと欲しいなって言ってたやつだね。まあ一応今回ね、積んできてもらってね。そうっす。はい。とりあえず一回見てもらってって感じですけど。はい、じゃあちょっと一回バス降りましょうか。あ、関さん、ちなみに、この一番でけえやつっていうのは、まあ、このスナップオンさんの工具箱定価だと大体いくらぐらいするんですか？それで、上下
これ3分割になってます。3分割見れる。まずここの下の部分ですね。はいはいはい、ここの部分で通常を、180万ですよ。こっから下で180万です。はい。ここですね。これステンレストップ。ステンレストップここね。はい。でここに電源もついてる。お、新しいモデルですね。おお。これですね。これで18万ぐらい。18万。でございます。だから約200万ぐらいですか。はい。で、さらに、これ上です、これ。上これ、ここの。あ、これ別売りなんだ。これ別なんですね、実は。あー、なるほど。オプションです。ほー、これがこれが、60万。60万、はい、この、これ、これ見て。これ、あれ、どうやってんのこれ、関さん。これですよ。もうこれが、もうこれもんですよ。これが60万ですね。で、全部合わせると、260万でございます。でかいで、でかい、まあでかいし高いですね。そうですね。もう寝れちゃいますしね。ああ、ここはあの、まあ基本これベッドになるっていうことですね。そうですね。もうお休みなさい。なるほどね。ここは民泊です。そうです。はい。まあ260万って言ったらもしかしたら安いアパート買えますね。うん、今やったらね。そうですね。買えちゃいますね。なるほど。うん、じゃあちょっと今レポートはね、一回ここで終了してバスから降りたいと思います。何やらですね。いいですか。何やら。ちょっと一回これな、ここが開きますよっていうのをあのね、視聴者の皆さんにも見てもらいたいからやってますけどもね、一回これほらね、こんな感じになります。ゲートを下ろして、はい、ゲートを下ろしてね、工具箱を下ろしたりするときはここをこうやってやってあのやるんですね。そういうちょっとデモンストレーションで今やってますからね。ちょっと見てください。はい、今黄色いのが降りてきましたね。かわいいサイズ。これでもですね、だいたい関さん、これが17万ぐらいですね。これね、これもいいですよ。これは入門編ですよ。言うても箱に17万ですからね。でも結構やっぱね、違うのよね。この何、このベアリングの感じ。あとロックンロールとか。そうね、何ロックンロールって。これスライドさせてあげる。あ、このままじゃ、ちょっと見てください。はい。このままじゃ開かない。開かないんだね。で、ロックンロールって書いてある。こうやってずらして、引くと。なるほどね。ちょっとじゃあ、ロックンロールを、今ちょっと体で表現してもらいますから。ロックンロール、3秒前。2、1、キュッ！こういうんだろ。もう完全にロカビリー。そっか。です。徐々に一番でけえ260万円の工具箱が徐々に出てきました。でかっ。おお。はい、大丈夫ですよ。おお、なるほど。はい。ここにストッパーがあります。はい、今おじさんちょっと焦りましたけど、おじさん焦りましたけど、大丈夫でした。じゃじゃーん、見てください、この大きさ。トラックと比較してください。はい。僕の身長が今185ありますから。ない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 。サバっていうレベルじゃなかったよ。でかいです。サバを呼べない。こんだけでかいです。ね。いいでしょう。これをちょっと今日皆さんにお届けしたかったんですね、このデカさ。で、こんな感じです。でかいでしょ？はい。はい、今はね、下がってきましたけども。石井さん、これね、昔から欲しいって言ってましたよ、そういえば。どうせ買うならね、次はこのサイズだよねってい
うのはあったけど。まあね、すでに石井さんはですね、あの、スナッポンの小箱いっぱい持ってますからね。3つぐらい持ってますから。はい。もしですよ。もし買うとしたら、もうこれしかないんですよ、上が。ね。あ、あんのか、一応この上が。一応この上だと、17インチのホイールが。車かよ。17インチのホイールが付いてるのもあるらしいですね。そうですね。ここにね、こんな感じですね。あ、なるほどね。で、こう、ロッカーも。ああ。っていうのがね、あるんですけど。なるほど。じゃあ、それを逃したら、そうですね。まあ、これが、まあ、一応最高峰。これが最上級グレード。最上級グレードですよ。もう一度言います。260万ですからね。はい。はい、じゃあ、関さん、はい。引き続きお願いします。こんなの、工場にあったらいいっすね。これね、やっぱり、今、この、せっかく、はい、どうこの建物、ね、建物取ってください。建物ガレージマンスキースパーのねガレージができましたからね。本当にこれがあったらもう最近ですよね。そうですね、うん、もう俺やもう絵になりますし、ね、絵になる、うん、ね、これでさらにいい仕事ができる。うちの YouTube 見てる人でも気づかない人いない人も嫌な予感しかしねえもんね。そうですね、金明かしをします。この工具箱260万円、買いましたありがとうございます。いや、欲しかったよ。いや、勝手に買ってみるのいいよ、会社がね。会社が勝手に買うんだったら、全然、おー、すごい、やったーって。でも、いつもの下りからすると嫌な予感しかしねえんだよ。会社で買ったんじゃないですよ。社長が、一応、あの、注文書は流しました。ね。注文書は流しましたけども、使うのは彼ですから。お支払いは彼ですから。請求書だけ来るんですか。はい、そうです。260万円でおかやきどうもありがとうございました。いや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 お前らバカなのか。いやいや、とりあえず一回じゃあ入れてみましょう、工場に。そうですね、工場にね、第3工場、このかっこいいね、アメリカンガレージ。入れたらもう、だって入れたらもう一回入れましょう。1回だけ入れてから考えましょう。1回入れたら出ねえんじゃねえ。ちょっとだけ、まあ、やっぱりね、サイズ感とかね、はい、風景こう大切ですから。ですでかいから、でかいからなしってのもあるもんね。ただ1回置いてみて、もし入んなかったり、そう、もしやっぱりこれ、いや、やっぱり17インチのやつがいいなって言ったらそちらで。そうね、もしあの工場に入らなかったらちょっと返品という形になりますんで、1回ちょっと入れてみてね。それからちょっともう一回判断しましょう。はい、それでは、はい、国木入ってきますよ。あら、なんということでしょう。ドンピシャではないでしょうか。何基準でドンピシャなの。このね、あのアメリカンスチールガレージにこの260万円のスナップオンの最高峰の工具箱、はい、ドンピシャだと思う人、あのスタッフさん、ドンピシャだと思う人。あ、前回一致でございます。じゃあ関さん、お買い上げありがとうございます。もしかしたらバカなんじゃねえか。ドンピシャにかっこいい。かっこいいよ、すごい。はい、というわけでですね、ボブちゃんのドッキリ、注文してからあのちょっと何ヶ月かかかりましたけども、最高峰の工具箱は今手元に到着しましたね。リアルに無断で注文しましたけども、まああのね、大丈夫です。YouTube を見てる皆さんがですね、私たちにお仕事をいっぱいいただければ、これも活躍してくれますんでね、その工賃で返済しますから。はい、ぜひお仕事お待ちしてます。ちょっとボブちゃんのレポートを撮って、この表情感
いや、ちょっとね、リアルに嬉しいはずです、これ。嬉しいよ。嬉しいけど。嬉しい、いただきました。嬉しい。あ、これ見て、なんか光るやつじゃない、これ。かっこいい。嬉しいけど。それ持ってください、持ってください、これ、持ってください、これ、はい、記念撮影しますから。はい。で、携帯で記念撮影しちゃいますからね。はい、行きまーす。はい、はい、チーズ。いいね、もう一枚。はい、チーズ。いいですねー。もう嬉しがってますからね。はい。この工具箱と引き換えに、あの260万円の借金が、あの、今瞬間できましたから。はい、楽しいです。今月400万の借金なの。ハーレーもな。ハーレーも買いましたから、今月いきなり。新車のハーレーを。それもイベント中に、あの、ハーレーディーラーさんでいきなり契約しましたからね。もうハーレーあって、もうこれもあって、もうアメリカンガレージの、これ、ミンって屋根とか超かっこいいから。じゃあちょっとここですね、リアルに、関さんの方からですね、関さんはスナップオンのもうトップセールスですからね、はい、の関さんからこの工具箱のちょっと使用説明みたいなのをちょっと軽くいただこうかなと思います。このモデルですね、エピックシリーズ最上級グレード、なんて言ってもこのインパルスっていうこのロック機構ですね。従来のはロックンロールだって言って、これ横にスライドさせてロックを解除するという仕様だったんですけど、この最上級グレードはこれを引くだけでそのまま工具箱が開いてしまうと。なるほどね。ここ見てどんじゃん、これね。これだってこれ、これで開くんだって。でなおかつですね、もうこれだけ長い引き出しですから、当然剛性がないといけないので、これだけですね、補強を、あ、すげえ、いっぱい入れてます。なるほどね。これでね、重たいものを入れてもたわまない。なるほど、このモデルはですね、実は、ちょっといいですか、はい、ちょっと、や、一回あっちいいですか。なんかクマさんみたいな、平田ぼっこしてるクマさんみたいになってますけど。あ、じゃあそれでは引き続き。パワードドア、この中にですね、エアツール、パワーツールを収納して、なおかつここにコンセントもついてるので、この中で充電ができてしまう、電源が取れてしまうというね。普段使うものはこの上から電源を取りの、さらにこの中でも電源が取れると。すげえ。でもう当然補強はいっぱい入れてますんで、このね、スポット溶接の後を見ていただければ、もうこのね、開口部のところが一番負担がかかるので、これだけいっぱい溶接をしてですね、補強を高めてます。で、建物と同じようにこの柱ですね、これ、シルバーのね、このチャンネルがついてるんですけど、これの裏側に、中にですね、実は補強の柱になってると。なのでこれだけ、オプションでね、またさらに上を乗せたりとかね、いろいろできるんですけど、それでも耐えられるようにちゃんとした柱が、骨組みがね、そうですね、これが骨組み、裏側が骨組みになってる、ね、そうなんですね。そのぐらいでしょうか。もう言ったらですね、多分1時間ぐらいで喋っちゃうんで。あのね、マニアですから。まあ、スナップオン大好きでやってますからね、関さんね。ですね、やっぱね、物っていうのは大好きな人から買わないとダメですからね。はい、ね。なるほど。ってことは、あの、喋り始めたら多分止まんないと思うんで、このぐらいにしていきたいと思います。もう一度あちらをご覧ください。いい感じですね。熊さんね、大丈夫か？返済計画について、とりあえずですね、会社で一括で、あの、払いましたから、はい、あと、あの、半分は一応僕の負担でしますから、あとの半分はこいつが払うで、よろしいでしょうか。半分でいくわ。半、260万の130万でございます。あ、じゃあ安い。安いよね。でも安くねえなよ。
あ、ほら、どんちゃん、どんちゃん、半分は俺のだから、見てこれ。あ、この辺の俺のじゃ、この辺が俺。この辺は俺の、この辺は俺ので。ここと、しょうがないから、こことこの辺は、ボブので。それで手を打とう。90万ぐらいじゃないじゃん。だから、あそこの下のとこには、物入れないように。ここは僕が使いますよ、ここは。ね。ちょ全部変えればいいじゃん。はい。ってことで、はい。1日でですね、260万の半額の、130万の借金が増えた、ボブちゃんと、スナップオンの最高峰の、工具箱のお届けでした。それではみんなまた来週。じゃあねー。いいですか？そうですね。あ、いいね、強いの届いてる。あ、むしろ。じゃあ、あれで撮ろう。横で。のゴールは借金。はい、それでは今ね、ほら寝板ですよ、寝板。この寝板もかっこいいでしょ。ちょっと寄ってください。これめっちゃかっこいい寝板がこんないっぱいあります。はい、僕が勝手に注文しちゃったんで、寝板を1個ね買って、ボブちゃんにプレゼントしたいなと思います。どれにしましょうか、ボブちゃん。ボブちゃんが選んでください。緑が派手だよ、これ。じゃあこれになりましたからね、かっこいいね、デザインですね。まあ使えないよ、もったいない。もしジェットに遊びに来て、このね、寝板でボブちゃんが仕事してたら、あの YouTube のあれだって言ってあげてくださいね。はい、そんな おまけ編でした。